雷軍は、中国の実業家、エンジェル投資家、小米鍵創業者兼会長兼 CEO、金山南県有限講師当時長である。1969年12月16日に、古北省泉桃市に生まれる。1987年、幼中学を卒業後、同年武漢大学電気計算機学部に入学する。在学中にシリコンバレーでの創業者の話をまとめた。 ファイヤー・イン・ザ・バレーに影響を受け、IT 企業を起業しようと決意する。1992年に23歳で、中国 IT 企業金山南県有限講師に入社し、1998年8月、金山工事の総経理に就任。2007年12月20日、金山 CEO を辞任する。2010年4月、雷軍は、Google 中国工程研究員元、 福音張り、林武志、モトローラ北京県、中心元高級総監、周公平、北京鍵大学工業設計学部元主任、劉井佐金山派元総経理はじむ万教、マイクロソフト中国工定員開発元総監、公基地、グーグル中国公、品元経理、公峰の6人で、小米鍵を創設した。さらに、2011年7月、彼は、 金山南県有限公社10.3%の株を獲得し、筆頭株主になった。半年後、創立社権会長を引退させて自ら会長となった。2011年8月に、自らのブランドである小米で机を発表した。それ以後、小米 1S、小米2、小米 2S、小米 2A、米で机、米ノート、小米、講師、小米3、小米。 コゴメジオシキ、小米移り弦、小米随身 Wi-Fi、米などの製品を発売している。また、雷群は、エンジェル投資家としても有名であり、これまでに卓越も、商業も、直品も、釈、有志、多願優、も、へしゃげへしゃげ、盆客、品、刀、下牛、高大部、上海など20を超える企業に投資、エンジェル基金を設立している。 シャオミスマートフォンを発売してから、雷軍師がジョブズ流経営を研究、ジョブズ流プレゼンを丸ごと真似た。特に発表会での喋り方、間の取り方、歩き方、黒シャツにブルージーンズのような服装まで、ジョブズを徹底的に模倣した。この戦略で功を奏して、マスコミとユーザーの間に中国のスティーブ・ジョブズと呼ばれるようになった。ありがとうございます。